これ4月の15日に来てるんですけど、前略ごめんくださいませ。コロナ前にお便りしました、村井信子と申します。79歳、ヤングタウンですよ、これね。はい、ヤングタウンです。ありがとうございます。少し体の不具合から2階より1階へのベッド移動があり、ラジオから離れた生活をしておりましたと。1階でテレビ、また体調が良い日も多く、悪い日も多く、早く寝ることも多く、すっかりヤンタンの曜日を忘れてしまったんです、日常ではありませんよと。皆さんおかわりございませんかと申しますのも、テレビで森本アナウンサーが出ておられ、はい、その折左薬指に結婚リングがあり、びっくりした次第です。そんな、さすが見るとこ見てますね。いつご結婚されたのですか。何より注文の多い人だったので、良きお相手が見つかり何より喜びです。本当におめでとうございます。この間読もうと思ったんですよ、これね、はいはい、できっとヤンタンの中ではいろいろ結婚に至るまでのストーリーがあったと思われますが、何分聞いてなかったことで残念でした。ふと思ったのですが、同期の方々は森本さんが心底、森本さんから心底解放されてよかったです。森本さんはストーカーしてたみたいな、やめてください。思いこりや独りよがりの考えに走る人なので、はいはい、この先夫婦で同調し、はい、仲良くヤンタンの先輩方に褒められるような幸せな家庭を作り上げてほしいと、はいはい、3年前のコロナから今ロシアの戦争をご時世で不安いっぱいですが、楽しいこと、はい、夢を持つことだんだんと多くなってきておりますが、鶴瓶さんのお声を聞くと、お声を聞くとなんだか穏やかになりと。ああ、そうですか、ありがとうございます。いや、あの4月の15日いただいておりますんでね、はい、これこの間読んだけ思ったんですよ。90なんぼですよ。幸せですよね。90、あ、じゃあ79、違う、また違う、はいはい、もう違う方が79、まあ手書きでいただいてるんですね。そう、綺麗な字ですね。あ、綺麗だ、綺麗な字ですよ、す本当に。ラジオ聞いてなかったけど、79歳の方ですね。で発見、でもそうやってよう見たはんねんな、細かいところ。だってでも動いてたら一瞬ね、そんなとこ止まってこうやってるわけでも、もで、ね、手を出してるわけでもなかったら、やっぱりなんかちょっと見えたんでしょうね。ここ、それと他のね、はい、アナウンサーの方が解放されたらよかったなっていうね。本当に、いや、別に何かその拘束していたわけではないんですけども、まあまあ、はい、でもやっぱりちょっと他の同期の人とか、まあ、うん、はい、女子アナの人たちはだんだんこう よかったでしょうね。普通に喋れるからね。あ、この人結婚した、普通じゃなかったみたいな。いやいや、なんか好かれるとかね、はいはい、怖いか、怖さが好かれたらどうしようとか、私がなんか変な態度取ってるとか思われたら嫌やからね。うん、でもまあそんなんじゃなかったっていうんで、はいはい、ちゃんと愛する人がいた。あの奥さんは抜群です。わいやいやいや、他の人はどんな人を連れ、まさかね、変な人連れてくると思うなよ、うん、変な人かも分からへんねんな。そういう、まあ、そやろ、はいはい、抜群ですよ、あの人は。あ、なんかでも落ち着きましたよね。落ち着いたな。確かに、なんかでも角が取れた感じ。ほほほって今笑ってましたよ、今。なんか、ナジャグランディーバさんって言って、ナジャさんのラジオなんかでもものすごい怒ってらっしゃって、ナジャさんが。もうなんか、何にも言わないで、あいつはっつって。いやいや、うん、ああ、そうやろ。で、今日来てたで、ナジャさんのテレビはどうのこうのって。申し訳ないですけど、ね、ずっとお世話になってたんですけど、なかなかタイミングが合わずで、はい、直接ご報告が。しかもあれ、4月10日が、ナジャさんの誕生日なんだね。でその時に発表したから、あれも当てつけだって言って怒ってた。タイミングが。お前なんでそんな知ってんの。いや、それはあのネットニュースにもなっていたので。ネットニュースになってた。ネットニュースになってましたよ。ナジャさんの発言の影響力が大きいんで、もうポカーンと、はい、ネットニュースに出たい。すごい、はい、あいつ当て報告もないくせに当てつけて結婚しやがってみたいな話題にしていただいて。ナナちゃん、ナナちゃん、ナナさんはまだ結婚されてないんですか。さんは、まあ、はい、そうですね、はい、そうですか、はい、なんか頼れそうな人ですよね、ナジャさんは。そう、いや、まあもうね、人生経験が本当に、はい、豊富な方ですね。そうそうそう、はい、お姫様抱っこしてほしいですよ、ナジャさんに。してもらう方ですか。してもらう方ですよね。してくれそうですよ、はい、であと多分、はい、してくれるでしょうしね。あ、してくれるかな、はい、だから重たいですよ、僕。でもナジャさん頼んでやね、はい、ナジャさん一体どんな顔。いや、まあ、男前やろ、あれ。男前ですよ。そうでしょうね、あの絶対。ラジオの時はあのメイクじゃない姿でお会いしたことがあるんですけど。あ、素顔で。あ、そうなんだ。いやいや、かっこいいですよ。
あ、そうやろ、はい、あの人かっこいいやろ、なんかキリッとしたね、顔立ちで、はい、はい、色もなんかこう白くて、はい、こうなんていうしね、歌舞伎俳優みたいな感じのキリッとしたかっこよさですね。ナジャさんのすっぴんのとこ見たいよね。見たの？あのそのラジオでご一緒するときは大抵すっぴんでらっしゃるので、うん、はい、普段はすっぴんなの？ナジャさんは、まあまあ、あのメイクも確か我々がメイクの姿しか見たことがないので、時間結構な時間かかるんですよ、あれ準備で。今でこそお忙しいので、その他のお仕事とかの間でラジオにいらっしゃるんですけど、うん、最初まだそのラジオしかお仕事がこのその曜日はラジオだけっていう時が多かった時はあのすっぴんでお越しいただいて、マツコ・デラックスも普段すっぴんですからね。あ、そうですよね。あ、そうなんですか。それはあれですよ、無学に来てもらう時にホテルに迎えに行ったんです、無学が、はい、無学に来てもらったからね、はいはい、なんで無学があの裏から入れないんですよ、あの体から。あ、うん、正面から入るためにと言って迎えに行ったんですけど、はい、トラックの運転手さんがいたのかなと思ったもん、初めてピンポンってやって、あのほんまにごっつい人が出てきはって、頭いつも帽子みたいにかぶられてた。いや、その時は顔あろうってあのびちゃびちゃやったからね、はい、あ、ごめんなさい言って出てきはったから、トラックの運転手さんがあの出たのかなと思ったら違うかってね、あの、マツコさんでしたね。また衣装も普段のあのこのふわっとしたなんかワンピースみたいなのしか基本的に見たことがないので、ああ、私服がどういうの着てらっしゃるのかも。いやいや、もう普通の普通の一般のジャージっぽいの着てられてる。そう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 、ジャージ。いや、僕あの結構マサさんはお世話になってますから。え、なんで昔から。いや、なんかあのマサさんって、いやいや、勝手ですよ、マサさんと言ってた。マツコさんは、マツコさんは世話なってんの？あの、はい、あの落語家にもお花いただいたりとかですね。はい、なぜ、なんでやの。いや、最初はなんかあのなんかお前そういう技があんの、なんかなんか別にそんなもん落語界に花なんておかしい。いや、なんかでもなんで自分で言うのなんですけど、まず僕のことなんか顔は嫌いじゃないらしいんですよ。あ、なるほどなるほど。それがあって性格は、性格はちょっと分かんないですけど、でもまあ優しいですよ、マツコさんは。なんで僕年賀状は毎年やり取りしてますから、はい、最初何で出会うんですか、はい、仕事で。最初なんで出会ったの。こいつ何でも出会ってるよな、すごいですね。大体芸能人の方の名前だと、それを絶対キャッチしてやな、はい、でさ、花、マツコデラックスから花もらうなよ、よっぽどやもん、ほんまに。いや、ありがたいですだから。いや、ありがたいやね。そのもらう方法をどうすんの、なんかくれるような感じで、あれ同じ。でも確かに、だって日にちとかも伝える。いや、それはもちろん、あの招待状を出させていただいて、え、何あの招待状というか、まあ、はいはい、あれよかったらいらっしゃってくださいっていうの、事務所に。あのだんだん分かってくるよ、はい、なんで出させてよ。で、出てたら、お花が来てて。いけないから。いけなくて、はいはい、なんでお電話して、はいはい、お電話で誰がした、僕がマツコさんにお電話して、連絡先は知ってるので、はいはい、あの、マツコさん、お花本当ありがとうございますっていうふうに。いや、そのお花を来る前やねん。それ言って、来てからやねん。なぜそのお花が来るのかいうことやな。なんででしょうね。なんででしょうね。いや、だって、いや、本当に、いや、それはありがたいですよ。だから、いや、普通同業者が普通のあれで、はいはい、まあ何やろね、そのまあ言うてもこのマツコデラックスは同業者みたいなもんですからね。はいはい。でまたお知り合いも多いでしょうから。で、あと最初は確か僕が出た舞台の演出家の方を、うん、のことをマツコさんがちょっと好きだったんですね、うんうんうん、でその舞台も見に来られてて、はいはい、それでもうすっごい昔です、十何年前。それからで僕が会った時には「あ、お前あれ出てただろ」とか言われて「あ、そうですそうです」っつって、で何かそっからこうよく話をするようになったりしまして、うん、で何かあのまあまあちょこちょこお会いするたんびにこうご挨拶させてもらったりとか、節目節目にお電話させてもらったりとか。節目節目のお電話をするんですか。何の電話をするの。いや、例えばだから結婚しましたとか。結婚しました、はい、うん、ほんでどうしたん、ほんならお祝いもうたん。いや、お祝いっていうか、そうやってなんかまたなんでご報告させてくださいとか、その時はお祝いをいただいてないですけど、はい、まあ、あの節目節目にそうやってお花いただいたりとかいう形もしまして。いやいや、俺何も責めてるわけじゃなく、はい、こいつほんまにそういうつながり。そうですね、先週の肉の山木と話違いますよね。肉の山木さんと話違いますから。肉の山木さん、はい、本当にね、お前パス、まあ、パス打ってくれナイスパス。まあなかなか美味しかったです。ちょっとね、モリリンにあげたんですよ、モリリンのちょっと感想言うと、はい、あ、本当に焼き豚であんなに柔らかいの食べたことないですね、はいはい、なんかやっぱ、まあ、焼き豚ってちょ、まあ、悪く言えばちょっとパサパサしてるようなものが多いイメージだと思うんですけど、あの焼き豚にラーメンの上に乗せるとかそんなはないの、それは。あ、でも塩味の方だったらいいかもしれないですね、塩、はい、味とかね、はい、まあ、タレ味の方はもうあれ一品で、めっちゃうまいよね、タレ味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 。いやいや、それはでもほんまに、いやだから本当にあの周りに支えてもらって、肉の山木も知ってるわ、それからマツコも知ってる、
ど、まあ、あんま並べるのもどうか、ね、いろんな書が本当にいろんな方にやっぱりお世話になってますから、はい、もうあの本当にあとは僕があの伸びるだけです。もう準備万端。それはもう無理やと思う。いや、ちょっと待ってた。はっきりと。いや、ちょっと待ってでしょ。無理はないじゃないですか、やっぱり。いや、分からないけどね。まあまあ、今のとこちょっと無理かなっていう思いますよね。いや、あの、師匠の判断で無理って結構大きいと思うんですよね。はあ、いやいや、まだ今。でも、まあ、まだこれ、この芸能界何があるか分かりませんから。ああ、そうかそうか。前のリホームランを大逆転。だから、誰かを知り合いで、誰かのためにとか、誰かのつてでとは無理やわ、それは。あ、それはそうですね。あの、誰かに引き上げてもらおうみたいな、やっぱりもう自分で、ゴンっていかなきゃいけませんから。言ってください。待ってください。目見てください。もうメールの方ラジオですから掛け合いですから、目を見て話していただきたいです。やっぱり全く目が合わないんですけど。母にはアジサイ、そして、義母には、カーネーションを送りました。あ、そうだ、今日母の日ですからね。母の日。なんかしたの母の日。カバンをプレゼントしました。おお、喜んでたやろ。いや、そうなんですよ。でも今日本当に駅で来る時にね、駅にお花屋さんって結構あるじゃないですか。で、そこで高校生たちがね、多分野球部かな、なんかみんなで一本ずつカーネーション買ってる姿ちょっと泣きそうなんで、ああもう素敵やわ。嬉しいでしょうね。そう。うちの嫁がその、まあ、太郎から花を送られてきたんですよ。はいはいはい。まあとね。でもあの証拠はうちの娘は送らないんでね、なんでやねんって言うてたら、いや実は娘は朝早起きて、あの子供のバスケットの、あの試合行ってて弁当作ってんで、さっき電話かかってきたみたいです。あ、いつももう本当に終わりぐらいに、自分の弟がやってんのに俺がなんでイライラせなあかんねん、俺から言うこともおかしいやん、電話せよとかメールせよとか言うのもおかしいやんか、ね、だからそう、お前なんかしたの、僕はあのそういうところはちゃんとしてますから、でそういうの、はい、ちゃんと各所に、はい、お母さん、お母さんしましたよ、ちゃんと。え、うちの母にちゃんと 花送りましたから。花送った。もう4月のあの、はい、向こう奥さんのお母さんにはしましたよ、ちゃんと。何したの、何したの。いや、花を送りました。どんな花。え、いや、可愛い花ですよ。あの、いつも行ってるお店で、もう4月の上旬ぐらいにもう注文して、1ヶ月ぐらい前からもう、あ、うん、1ヶ月前に送った。いや、違いますよ。そしたら母の日って分かる、ただ花送ったやつになっちゃう。まあ、それはそれでいいんですけどね。そうじゃなくて、一応花屋さんに、すいませんと、あの、いつもお世話になってますって言って、いつもお世話になってるとこあるんですよね。それでそこで、あの、いつでもお世話になってる。花屋さん買いに行く、もうてんねやろ、花。いや、違う違う。お花もらうわけじゃないです。まあ、ちゃんとそこではお花買ってますから。あ、買ってんの。はい。そう、なんか、もらったお花をこう包んで送るとか、そういうやるしいことはしてない。ちゃんとお花屋さんで注文して、送料も払って、まあ普通なんですけどね。で、4月の上旬に、4月の上旬にね、あの、注文したら、もうその花屋さんが、もうトムさん、今年も第1号、お花の予防薬って言われて。へぇ、ま、私たち。ほんなら奥さんのお母さんに送ったわけ。送りました、ちゃんと。送り返ってきはった。送り返って、なんで返ってくるんですか。送り返何、所在不明とか。こんないらんわ。いやいや、そんな。ないの。まあ、そんな。僕はもうそんなことは全く思われてませんから。明日、妻の誕生日、イベントが続くんですよ、と。カーネーションが送りましてね、プレゼントを準備しようにも、お好みではないと。気まずい悩んだ末、ケーキとお花を一緒に買いました、うんうん、デコレーションのケーキ、そして花、どちらも母の、まあ、母の日の、しよえ、母の日の、まあいいかと思いながら、妻は母の、花のお母さんありがとうのデコレーションに自分の名前でミカちゃんと書いた紙を貼ってダイニングに飾りました。うん、妻のメンタルの強さに脱帽し、連休最終日の昼下がりでしたが、お誕生日でおめでとうございます、妻に感謝ですと送ったんですね。あ、そう、うん、でもまあ俺はまあ妻には何もしなかったんですけどね。あ、まあ、これ母の日ってのはまあお母さんにですもんね、うん、そう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 、お母も死んでますからね。いやいや、でもそれを思い出すだけでもやっぱりお母さんは多分思い出すの、はい、あのすいません、いやいやいや、いいこと言いましたよ、いいこと言ったよね、うん、なんかいや、なんかさ、いいこと言ってるはずなのに、なんかみんながこう疑心暗鬼みたいな感じで見るから、ちょっと自信なくしちゃったんだけど、途中で。いや、絶対やっぱり、奥さんのお母さんには何かしたの？あ、本当？奥さんのお母さんには。はい。奥さんのお母さんには何かしたのかいしょ。え、いや、そう、いや。自分のお母さんは。え、今その話終わっしてないの、お前。あら、怖い怖い怖い。あらあらあら。はい。
してないの。まあそのなんていうんですか、元気で毎日する。いやいや、そりゃそうやけど、はい、奥さんはお母さんにしはったやろ多分。あと思います。あ、それだったらええのな、はい、でも義理のお母さんにしないの。やっぱだってもう結婚したばっかりだし。はい、うん、え、いやいや、でも奥さんはお母さんにしたのやろ、はいはい、ああ、してました。でも翔吾は自分のお母さんには、え、だから元気でこうお仕事頑張るというところが、そのえ、もう、いや、まあ、それは向こうが勝手に頑張ったはんねやえ、全く もうずってことはずっとやってないな、この感じだと。あ、ちょっと待って、お前攻めれるとかあった。ありがとうございます、はい、いや、ありがとうございます。もうおかしくないだってね、やっぱなんかまずいですよね、それは一緒。まあ、それぞれの親子の形がありますから、まあ、そう言われたらね、はい、そう言われたら返すことはないけども、そう、まあね、冷やして喜ぶ人もあれば、もうそんなんええわっていう人もいますからね。でもなんかせめて言葉だけでも、こう LINE とかそのメールとかで自分の母親にはそういうのあかんだよお前、うん、確か俺これ去年も全く同じ。確かに、なんか同じ、なんか今ちょっとデジャブかなっていうぐらい。俺だいぶお前に怒ったよなそうでした。で母親に今メールしろってメールしたんですけど、そうそうそう、母親もこの時間大体寝てるんで、あの放送終わるまで何も落とさたない。そうだ、あれから1年早いなっていう。であれはどないなって、あれからお母さんなんか3日後ぐらいになんか、うん、ああ今聞きましたみたいなメールが。大体あんま携帯見ないんですよ、うちの母親、はい、親子一緒やな。そうですね、やっぱまあまあ3日後に見ちゃう。まあでも今回結婚というね、結婚ね、あれがありますからね、はい、いやいや、まあね、これはまあそれぞれのあれがありますからね。トムさん、マリリンさん、消防団の、今夜生放送楽しく聞かせていただきますと、今日は母の日でしたねと、去年は忙しくプレゼント用意できなかった娘がこの場を借りて母へのプレゼントの気持ちをメッセージくれました。サプライズプレゼントとして届けていただき、大変喜んだ妻だけじゃなく娘にとっても、良い思い出になった母に。ありましたね、去年ありましたね、これは、はい、いやだからこういうのって、まあ、いくつになってもそうですよね、うん、うちはもうみんなあもうね他界しましたから、うん、ね、思い出す日にということですね。あ、そうですよね、感謝の気持ちをやっぱり伝えるわけですからね。はいはい、トムさんいいこと言いました。いや、そうでしょ、はい、いや、やっぱり思い出すよ。だからそのお母さんもいらっしゃるよね今ちょっとすごいいろんな記憶があっとかかったんですけど、全然、ね、うちの師匠のおかみさんとかお願いしましたけど、おかみさんとかのことをなんかしたのちゃんと。いや、今年はちょっとしてないですけど、それはまあでもさ、亡くなったから、ね、でもあのさっき師匠から電話、あの師匠の娘さんの美濃姉さんっていらっしゃるんですけど、美濃姉さんにすごく大事な用があってちょっと電話をしたんですけど、で、あの姉さんからすぐ折り返しが来て、折り返し来たらなんなんだよって言って、あのうちの師匠から電話がありまして、うん、そっからはずっとあのなんか勝ち合いされたみたいで、今師匠携帯持ってないので、あの美濃姉さんに電話したのは俺に話したいことがあったと思ってくれたみたいで、師匠がずっと競馬の話を自分だから、はい、自分とこの師匠にもうね、はい、携帯もさ持たさないと、はい、この間あの高校のあれから電話かかってきたで。そうなんですよ、あの師匠が。だからあのその隣、うん、誰かそのそこの時に居合わせた人の携帯を借りて人と通信取るので今ちょっと迷惑になってるんですけど、本当にご迷惑。誰は分からんんだ、はい、あれから出たら。なんで持ってないんですか、携帯は。もうね、縛られるのが嫌なんだって。わー、すごい理由。縛られるって、もう奥さんいてへんねんから、縛られる人は、はい、いや、やっぱりあの孫娘含めて全員に怒られてるので、やっぱり、あ、はい、どうぞ早く帰ってこいとか言われたくないみたいなことですか、ですかね。あとどこに自分がいるのかあのバレたくない。もうどこにいててもええんちゃうの、はい、奥さんがお亡くなりになってやね、もうどこにいててもええんちゃうの、はい、いやでもやっぱり、はい、ちょっと年よりあの少しちょっと飲みすぎてるというか、もうベロベロになってらっしゃるのでしょうか、ちょっと、はい、競馬やってるかベロベロになってるかどっちかに今なってらっしゃるので、やっぱりちょっとまあ皆さん心配なんだと思います、家族。まあまあそうですよね、やめときなとか言われるの。前はおかみさんに例えばお金使いすぎても怒られたのに、そのなんか本当に初めてお金も大金持った中学生みたいになっちゃってるので、ちょっとその辺を今心配して今あのなるほど、みんなでまあまあ自由になりますからね、お金は。そうですよね、うん、はい、もうでもお兄さんも自由にさせてあげたらええのに、ね、まあまあまあそうですね、でもやっぱりまああの心配ではありますけど、でもちょいちょい電話かかってきてはそれまでですからね、はい、お兄さん、はい、ね、飲みに行こうよって言って近々行こうよか俺電話したら誰も出られんし、難しい難しいですよね、はい、だから電話しても出えへんし、電話はない言うしやな、はい、誘ってんねんで俺。そうですね、いや本当にごめんなさい、ラジオ聞いたら関係ない話になって、はいはい、でもあのご迷惑しちゃって僕もなんで大体もう高校と一緒にいるんで高校に電話して今いるかっていうと隣で電話が
つながるという状態。高校というのはうちの弟子になった子でしょ。そうです、元々が。元々いやなってないけどね、はい、なってないけども名古屋の子でした、ね、名古屋の子。それであのうちの一門八校でしょ。元八校です、ね、校中堅八校の八校ですね。八校ね、もうまさに中堅ぶりは今もあんなんもう八校に戻したいのね名前。そうですね、まあ、でも高校いらないやん、八校でええやんか。そうですね、まあ、八校がぴったりなんですけどね、うん、そうそうそう、常にあの俺八校しか入れてないから、はい、高校の電話入れてないねん。あ、そうですか。だから八校の電話やね、まあ、関係ないです、はい、八校というのはもともと俺とこで弟子に来たんですよ、はい、だけどあの絶対に嫌なやつじゃないですよすごい、はい、でもあのなんていうか名古屋弁なんですよ、はい、ね、だからもう完全に大阪の上方落語ですから、はい、もうそれちょっと無理やでと、はい、だからとにかく東京の話家さんとか行きなさい。うん、例えばこう、あのこの好楽のお兄さんという優しい方がおられるから言ったらそのまま行ってそのまま弟子になって向こうにすごいことになってます。奥さんにえらい可愛がられて、可愛がられて、ほんまに八甲みたいになってもだよな。いや本当に八甲になって今はもう師匠とずっといますから。ちょっと前にも話題出てましたけど結構こう破天荒というかあのまあそうです、なぜか全部許されちゃうみたいな方ですよ ね。あんな人いてんねんな思うぐらい許されるよ。そうなんですか。まず稽古は絶対しないですし何ですかそれ、はい、もうあのーであの袖から答えを教えてもらって笑いを取るみたいなすごい、はい、あセリフ出てこなくなっちゃう。セリフ出てこなくなっちゃう。袖から教えてもらうんです。注意せえよお前、はい、いや僕は注意したんです。僕が言ったら絶対注意するんですけど、でもあのまあまあそれでなんか受けたわとか言ってるぐらいあのまああの能天気な男ですけど、入れんでよかった俺とかとしまき倒してんのよほんまに。いや分かります、僕もいつも注意してますけど、このいやいや、はい、お前も注意しとまた改めて注意せなあかんけどいやいやいや MBS ヤングタウンというわけでございまして始まりました MBS ヤングタウンでございますが、79歳の方ね本当にあの、はい、聞いていただいてありがとうございます。ちゃんと読みましたんでね、松井信子さんでございます。ありがとうございました。私小北鶴瓶と斉藤智と田口真理と MBS アナウンサー森本翔太が今夜も生放送でお送りしています。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスはやんたん @mbs1179.com ヤンタン @mbs1179.com です。ツイッターでも皆様から反応お待ちしております。ハッシュタグヤン日、カタカナでヤン、漢字で日でつぶやいてください。あのナジャさんのすっぴんの話ですけど、ソニンクさんという方があの増田岡田の増田さんがナジャさんのすっぴんを見た時にあのタイガースの秋山投手に似てると言っていたという情報が出てきました。ああそう、皆さんなんかそんな感じでイメージしていただける、まあ、男前ですよね、はい、というようなことももういろいろツイートでいろいろ情報いただいてるんですが、ヤン日で、つぶやいてください。またいいメッセージを送っていただいた方には鶴瓶さんからのプレゼントもございます、はい、ということで11時30分あと1時間ちょっとですが生放送お付き合いください。5月の2日からスタートした U-NEXT の番組ですが、新番組、無学鶴沼を拝見しました。配信といえば生で、はい、しかも無学の舞台で雰囲気も味わえて楽しかったです。大変楽しかった、記念すべき初回1回目は桂二葉さんを指名するあたりはなんというか鶴瓶さんらしい感じがして素敵でしたと。二葉さん可愛らしい方ですね。それでいて気は強いみたいでそのギャップがたまりませんでしたそれから鶴瓶さんもおっしゃって声のトーンが良くって落語も本当に聞きやすく面白かったです、鶴瓶さんとのトークも途中見事漫才に見えるぐらい相性が良く十二分に堪能させていただきましたと、次回は6月の4日、ゲストも含めて楽しみでございます。ありがとうございます。拝見しました。芝龍です。どこのね、長崎の佐世保から聞いてくれてる。ユーネクスト見れますからね。ちょっとマリリン顔ぶっさいくなったな。いやいや、なんてことを言うんですか。なんてんですか。でもね、なんかなんかあったんですか。違うんですよ。ぶっさいくなったような階段でガーン顔打っちゃったんですよ。なんかちょっと腫れてるみたい。腫れてます。腫れてる腫れてる。やっぱ腫れてるかな。だって痛いんでしょ今も。痛いです。はい、ずっと今日はあの口に手をね押さえていらっしゃいます。でそれでもなんか、はい、あの食べようとしたからなお前。はい。ラスク食べてましたよね。ラスクなんてあんな硬いもん口の中入れてお前な。いや口大丈夫なの？でも食べて痛いのは私平気なんですよ。その痛いのが好きやから、ね。そうなんですよ。ね、いやとはいえよ。痛いの好きやね。とはいえよ。痛いの好きやねんな。いやそうなんですよ。だから全然。歯は折れてないの？歯はちょっと動くかなっていう。いやちょっと動かないよ普通。張っちゃい笑ってる。いやちょっと動いてる。パッと見たらちょっと腫れてんなと思う、ま、しかもラスク食べるときもその歯から行くじゃないですか。なんか
いや一応まあ、ね、まあまあまあ一応外してはいますけど、やっぱ砂糖流れてきたりとかすると痛いですし、外してるって何、あ、その傷からは外してるんですけど、ちょっと口の中がえらいちょっと傷になっちゃう。ガーッ血出たの、ブワッと、そ外側もちょっと切れたんで、うんうん、あの傷があるんでそこから流血して、なんかスカート踏んで階段で買う。いや、そうなんですよ、私ロングスカート結構履くんですけど、その階段登るときに踏んじゃうときがあるんですよ。でも大概こう踏むからこうちょっとスカート持ち上げたりとかして、ね、バーッと巻くって言ったらええやんか、いいやねんからいやそうなんですけど、じゃ本当に意識がそこになくて気づいたら、パンツの中に全部そのスカート入れて上上がった、ね、いやそれで家でもちょっと結構な度胸がいりますけど、いや上行った誰かいたはんのか、上がった上は、あ、いやいや、もう自分の部屋だけ、自分の部屋がもう行くのやったらもう全部やな、スカートの中に全部入れて、そうすればね、こんな上が歯が動くこともなかったから、そうやな、お前確かに、これからもそんな顔大事やでよ、お前、はい、そんな腫れてるんですか、腫れてる、で病院には行ってないんですよね、まだちょっとゴールデンウィークだったんで、うん、ちょっとまだ行けなくて、いや、マリンさんもう来る、あの今日最初に来たんですよ、はいはいはい、でそのちょっとコロケちゃってみたいな話をした後、うん、ちょっと複雑なんだけど見てほしいって言ってディレクターとかに唇ベロンってやってその傷見せてましたから、見てほしかったから なんで見ないからどこが切れたの、口ちょっと口の中が今、いや見えてないわ、ちょもうちょっとこっち、いやいや、そうですよ、トムさん見ました、僕も見られないです、こんな、はい、ちょっと湖みたいになってますよ、どうなの、湖今マリンさんの下唇のところ、お前それ唇口内炎みたいな量産できてるやん、白いのパックリ割れてひっついて白くなりました、あーパックリ割れてひっついて白くなりました、そんな納得するもんじゃないですって、はい、白くなってる口内炎かな思うぐらいと、口内炎ってすらものすごい大きな口内炎になって、そうそうそう口内炎がね、そうなんです、湖みたいな本当形のめっちゃでかいのが、はい、湖みたいなねできまして、だからこれから行く時はスカート全部今どんなどんな今がもうズボンですよ、もう今怖いから、今日ジーパンでもうスカートが怖くて今、はい、で俺ら階段に降りる時はもうこけたことをさっき想像するからね、あゴーンとこけたらあかん思ってちょっと持ちますからね、あ、うん、それ危ないですよね、危ない危ない、結構家の階段で転ぶ方多い、だから家だからちょっと油断があるのか、それとねスリッパがあかんね、スリッパあいたもう絶対危ない、うちのやつはスリッパ履けへんねんけど、そんなんでスリッパ履いたらな、あ、うん、確かに階段はちょっと怖いですね、でもホテルのスリッパもなんか柔らかいやつあるかな、あれ白いやつ、白いやつな、あれもっとはっきりしたらやってほしいねんけどな、あれでもあれ便利ですよね、あれ何あれ何便利、あれあの白いスリッパ便利じゃないですか、どういうことですか、いや履きにくい言うてる俺話してんねんけどなそうですね、ちょっと待って、便利ということは履く以外の用法が何かあるんですか、いやいや俺スリッパいや叩くとかじゃない スリッパは普通に使いますけど、なんで便利やの、いやまず結構ホテルとかでも僕びしょびしょにしちゃうんですよ、えなんでホテルとかでもべちゃべちゃにしてもいやだから例えばシャワーを浴びてるのに向きを間違えて あーってなったら気づいたらまあ、ユニットバスだったらトイレの方にビシャビシャってなって、しまったみたいになって、うん、それはそれでその時に白いスリッパが役立つんですよね、もう濡れないっていうようなちょっと弱いエピソードでごめんなさい、ちょっとそんななくてごめんなさい、そんななくてごめんなさい、ごめんなさい、師匠の履きにくいをわざわざシャットダウンしてまで、はい、話すエピソードじゃなかったことは重々に、ああいうの家に持ち帰ってなんかお掃除で使ってるんですとかね、なんかそういうのがあるのかなと思ったんですよ、そうやって入れてお掃除で使ってるのかな、まあ、でも一回結構前ですけど、奥さんがなんか、スリッパをトイレのところになんかスリッパをなんか履いた方が金運が上がるみたいな、はいはい、TikTok 送られてきたので、あじゃあスリッパ用意しなきゃと思ってそのホテルのスリッパ持ってったらもううちにありました、で見てなかったのって言われたことはあります以前、うん、ちょっとこれもそんなに強いエピソードじゃないすいません申し訳ない、ちょっとねすいません以前の話でしてごめんなさい、今日すごくいいことをおっしゃってたんで、亡くなったお母さんも思い出す日でもあるよっていうの、生きてあるなの、いやいや生きてあるし生きてるし、もうめっちゃ振り返す、ジャム打ったジャムが好調だそうで目ギンギンじゃないですか、いやだって今日毎日売り上げ報告してくんですよ、今日はすごい売れてるとかプレゼントでも我々もいただきました、いや美味しいですね、確かに美味しいですよね、あれ長野の道の駅ですよね、とかなんかいろんなところで今売れてる、なんかやってるみたいで、すいません、ありがとうございます、親子で商売してはんねんな、血ですね、鶴瓶さん、トムさん、マリリンさん、スタッフの皆さん、こんばんは、ババ昨日、せやねんで、俺もこれ見てました、
吉岡里帆さんが、派遣アニメの番宣で来てた時に、里帆さんに透明感があって良い方ですが、しかも関西でのあのノリもよくって、うん、静香ちゃんとパパに話題になり、そうですよ、まあ、トミーズのマサさんがあまりにも感動で号泣したらしい、うん、娘から、うちで猛獣校てんのかと言われるぐらい泣いたと。リオさんに関する街角インタビューではもっと関西弁しゃべってほしいという意見がありました。そう言われればリオさんはテレビではあまり関西弁をしゃべってるイメージがないかもと。鶴瓶さん、現場でいよいよ現場はもう普通ね、はい、ずっと喋ってますからね、関西弁もあのトーンで、あんま京都ですけどね、もうその時は関西弁喋る方なんですか。そうだ、でたまたまその狭いから、はい、あの衣装部屋がね、女性と男性がちょっと分かれてるぐらいで、入ってきたら男性のところが見えるんですよ。男性は別にカーテンもないから、はいはい、だから俺パンツ一丁で座ってたら、はい、そのわごめんって言うから、いやカメカメもう入りとか言うて、はい、で出ていく時に一番最初ですよ、はい、あれがあったからよかったんです、はい、一番最初ふっと振り向いて、はい、お将軍って前も言うたやつ、将軍って言わはったんですよ。何が将軍やと思ったら、俺アラバレンボ将軍というパンツ履いてたんです、はい、そのパンツもすごい、そうですね、コミュニケーション取るんですね。そうです、いや取るためにやって、俺自分でアラバレンボ将軍ってもらったパンツ履いてたんでしょうね、はいはい、で将軍っていうのはですね、そこにピッとこう気づいてこう一言っていう感じが、なかなかそんなんね、普通あんなね、すごいもうスターの人にやね、うん、なんか俺の将軍見したってやね、あれけど、俺の将軍ってちょっとそういうことなんですか。違う、将軍と書いたパンツですよね。市販のものですか、それ。市販のもんやん、オリジナルで作られたわけじゃないんだよね。俺将軍って書いてあるパンツがたまたま履いてたやんか、ほんだそれを反応して将軍って言うたん、ね、もうそれで、ね、トーンがいい、ものすごい反応やで、ね、将軍って言うたやん、で俺何を将軍やと思ってみたら将軍というパンツだ、無意識だったんですね。暴れん坊将軍って書いてあって、全然暴れないですよ、もうほとんど。いやいやいや、昔よ暴れてましたけども、今はもう全然暴れない、暴れない将軍です。暴れない将軍、暴れない将軍、暴れない将軍ですね。もう立たない、いやいやいや、もう暴れないで抑えてください。暴れない。いやでも最終回も良かったですよ。ああ、はい、本当に良かったです。僕師匠の手話で泣くと思いませんでした、本当にすっごく良かったですよ、うん、師匠今ちょっとこれ読んでね。いやいや、だって、まあ、ラジオでメール読むこういったいや、師匠だ、本当に良かったんだから、そのメールもういいんですか。そうもう十分でした、もう言われて、もうみんなに言われてるから、新しい映画の番宣のために来てあったトミーズのマサさんが、はい、吉岡さんが出演されるということで、静香ちゃんの7話と8話を見たらすごく良いで泣いたと言われてましたと、そこだけ、うん、まあ、それ見たんでしょう、一番泣けるとこでね、でただマッサはそんなん見て泣くっていうのはすごいですよね。うん、いやでもマサと俺は同じこと言ってましたよ。マサ、はい、が、はい、あのリオちゃんにしばらくそこにじっといていて、それだけでもう酒飲めるわよ。そうですね。全く同じこと言ってんなもんで。やっぱみんな思うんですかね。まあね。いやいや、ほんまに綺麗しかわいらしいしね。かわいらしいですよね。うん、で性格もいいから、マサと女もうそこいといてくれたらいいと。あの現場すごいよ、木村多江さん、はい、そしてあの吉岡里帆さん、そんなの何杯でも飲めるで。ほんまに木村多江さんもほんまに癒しがすごい、うん、木村多江さんもまたもうほんまにあの綺麗というか、なんかもうリアルな人ですよね、ほんまに。なんかすごいなんかドキドキしてました、なんかそのお二人の絡むシーンがなんか毎回ドキドキしました。なんか俺と絡むシーン、はい、なんか分からんけどなんかドキドキするんです、あの二人のシーンって。なんか色っぽいですよね。ね、なんかね、色っぽいですよね。色っぽいし、まあいい、本当になんか別にその仕事でやってる感じじゃないですから、へ、あの一緒にずっと喋ってんねんけども、はい、も電話しましたけどね、はい、でももう本当仕事という感じじゃない、ものすごく癒されますよね、うん、まあ、リオちゃんもそうですけど、うん、まあ、年齢的にはちょっとタエさんの方が近いからね、はい、パパと先生がどうなるのかっていうのももうちょっと見たかったなっていう。まだ第2弾があるんですよ。言っていいやつですか。パパあるんですか。あるんですか。パパと、はい、あの先生がもうぐじゃぐじゃなんだよ。絶対ないな。だいぶテイスト変わるじゃないですか。暴れん坊だ。パナマ編とかじゃなくて、もうパパと先生の先生のぐじゅぐじゅバージョン。ぐじゅぐじゅバージョン。ぐじゅぐじゅバージョン。先生とパパ。ね、もう先生とパパあるんですね。新しい手術受けて喋れるようになるね。いやいやいや、もう師匠。
絶対ないですその出ないと手話がもうしんどうって もう覚えられへん。いやでもなんで余計に感動しましたよ僕は最終回。もうあれ覚えるの大変やで俺、うん、手つるっちゅうねん説得のね、はい、シーンね手つったやんもうほんま寒いし。だからすごい。あそっかそっか寒いのも寒いし手キュッとつってキュッてもう圭一さんがもう泣いたとことか圭一が泣くってあれすごいですやん、うんうん、いやマジあれポロ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 うん、もうあれ何なのポロ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 涙を、はい、そのなんかこれ何台本ですか これ何台本じゃ紙紙か、はいはい、いや違うな書類の上に書かれるとあの要は説明会の説明書あれマジよ、あれでもないよポロポロとかじゃなくてないよ、はい、うわーと思うだよあ実は用意スタートポロポロポロってなんかあるんですか用意スタートポロポロでもないけどまあまあポロポロですよね用意スタートしばらく喋りながらポロポロ、ね、ポロポロポロいな、うん、だ現場の雰囲気が良かったらそうなんねんで俺もまあ泣いたからね俺もまあ号泣やったら号泣やんか、はい、うん、だから雰囲気でこうそうそうみんなええ人やしやっぱりちゃんとしようかという感じですわなその代わりはねまだあの 自転車のケツ痛いだなこんなん何とかしてもらいたい まだ響いてるんですかまだ響いてるな、結構前ですよね前3ヶ月でなんかあんのちゃうかちょっといっぺんあのマリリン肛門見てくれへんしもう肛門見たら肛門見たら肛門見たら肛門の近くの尾底骨のところ、はい、あれが痛いんですよなんか赤くなってるかどうか一般で分かるぐらいのでもヒビが入りやすいんだよね見てくれちょっとの衝撃でも尾底骨ってちょっと見てくれへんちょっとでも私あの見たり触ってあのヒビはちょっと分かんないですけどしかもね今口のあたりが痛いしねそうですねあそうか口のあたりが痛い関係ないです関係ないよね関係ないなんかちょっと少しこうずっとなんか痛そうなんで痛そうやろ俺も痛いねやんこれちょでももしかしたらほんまでも日々の可能性尾底骨は尾底骨日々ってなんかよく聞く気がしますねなんかいやほんまにちょっとの衝撃で結構日々いやいやちょっとの衝撃が3時間乗ってたよもんねこけたりしてめっちゃ痛いこけるシーンとかありましたもんねそうとサドルも治りにくいですかねこの尾底骨尾底骨治りにくいからもう痛いよまだでまだこんなうせえ思われるけど、うん、確かに治し方ないって言われた気がします私のあのほっとくしかないんですよお前も尾底骨痛なったことあるの小学生の時に日々小学校かいなそれも全然思わないこの間あのうちの師匠のそれこそ美濃姉さんあの酔っ払って10センチくらいのなんか椅子からボロッと落ちたんですよ、うん、オリンピックの真似して、うんうん、それで尾底骨ずっとあのヒビ入れて3ヶ月間ぐらいやっぱり治んなかったヒビあったのヒビ入ってたんですよいや俺もほんまにこれねもしかして椅子の座り方を変えながら痛さを我慢してるぐらいでほんまにこれ、ここで正座したりもしますからね、まあ、そうその時も病院行っていただいていやいやもう、はい、これもうしゃあないもう今これね行ったってやなこんなもん行っても結局どうにもなんないですよね。だろうもう、まあ、ギプスもできないし、うん、何もできない。肛門なんですか。いや、師匠さっきから肛門と尾底骨同じところにある感じにしてますけど。肛門のちょっと上やわ。じゃあ尾底骨。じゃあ尾底骨。じゃあ肛門じゃないです。だとしたら肛門見てくれおかしい。肛門見てくれ。その肛門見てくれってもうむちゃくちゃですからね、師匠それ。違う肛門の近くやんか。近くですよね、はいはい、本体じゃないですもんね、はい、近くですもんね本体ってね本体、はい、その肛門本体ではないです近くですもんねだから暴れん坊将軍と肛門やなあれあれあれ将軍と製品なのかなひどい話やわ、いやまあだからまあね、まさか見てくれてると本当に嬉しいですよねそれこそあの鶴の間も、静香ちゃんとパパもユーネクストでそうです、ね、見られますからちょうど同じ、ね、サイトにありますまだやってんの静香ちゃんとパパはユーネクストユーネクスト見れますちょっとあの見れます一話ずつそのレンタルでもう追加料金ちょっと払わなきゃいけないですけど確か数百円で、はい、見れます1話単位で見れますんであそう、はい、お前ほんまやろなあれちょっと待って僕はどれだけそのユーネクストを使ってると思うんですかユーネクストを使ってると思うんですかもう結構僕使ってますから見れんのあの鶴の間も見させていただきましたし何それも言ってないですかユーネクストの鶴の間です見たの見させていただきました、はい、ジムでルームランナーしながらでしたけどこう見させていただきましてあの勉強させていただきましたなんだろうルームランナーはちょっとよくないですかね何がいけないんだ、静香ちゃんとパパを見て以前からしようと思っていた手話の勉強を始めましたすごい、圭一さんね中島優斗と同じように YouTube から始めてみようと思いますと、
そうですか。私コロナ前はバンドの仲間と施設の慰問とかやっておりまして、手話を身につけるボランティアの幅が広がりそうです。きっかけを与えてくれた鶴瓶さん本当にありがとうございますと。皆さんも手話を勉強しませんかと。しません。もうしません、まあ、しばらくいいかもしれないです。もうちょっと悩むもんほんまに。はい、ちゃんと伝えなあかんからね。嘘の手話したらあかんからね。そうですね。これ間違ったらどうやろうとか思うの。だから審議に入んのよ。今あれが今の合ってますかと、合ってるかとか言って。あ、そっか。ノンペやり直しとかなんねえもん。8話最初から特に結構長い手話って。長い手話やがな。するところね。はい。せやからこう誰かが向こうで誘導してくれへんかな思ったわ。あの、まあでも逆になっちゃうから難しい、ね。そう向こうでキューって誘導してくれたよ。いやでもしてもらったってその演技とのね。喋りながら難しいでしょうし、手振り身振り難しいですね。いや難しい、あれはようやったで俺。なんだかもうこのその回収タイトルの意味もなんで静香ちゃんとパパだったのかみたいなとこの回収も含めてすごいよね。あの回収の仕方は、はい、そういうこと。いや蛭田さんってやっぱり、ね、そうですよ。だから最初は紙吹雪の中でっていうのもその意味かかってるってことですもんね。紙吹雪であの破裂音を練習するっていう、パーっていうパーパーっていうのパーパーっていうのをやるわけ。それが一番わかりやすいんですよね。で最後にねほんまに紙吹雪がずっと回収されるっていうか、はい、いやいいドラマでした。いや良かったです。亡くなっちゃうと寂しいですもん。なんかあれちょっと泣いてんじゃん。どうしたびっくりしたよ。どうしたいいドラマ泣いてんじゃん。どうしたあれ見たほんま。いや俺ね、はい、あるシーン思い出しても泣くしね、うん、なんかもううっとなるよね。いや僕も泣きましたって僕だって圭一さんより泣いたんだから。誰より泣くとかじゃないんですよ。泣いたんだから。お前泣いたからちょっと金くださいみたいな。金くださいってなんですか。なんぼか泣いたからちょっといただけませんかみたいな。そんなことないですけど、いや本当にあのいいドラマありがとうございます。何が家族の絆を感じました。ちょっと今日5回ぐらいもう無視されてるんですけど、ラジオで無視なりません。あの何かしらねこう何かしらみんなでチームワークだからさ、はい、なんかさ、はい、なんかずっと目が合わないの、3人と。確かに確かに。じゃあ私も1つメールあるんで、芦屋市の久しぶりですね、ちょっとフローズンから久しぶりに来ております。ありがとうございます。この春で中3になったんですね。いやーね、この11の時からね、メールをくれてました。なんだ、小6だったね。小6から中3ぐらいの時。小6の時くれてましたっけ。あ、そうか。鶴瓶さん、トムさん、マリリン、モリリン、皆さん、はいはい、こんばんは。フローズンでございます。フローズン。さて、私は今私フローズンは明日から2泊3日の修学旅行に行ってまいります。行けるんだ。修学旅行ね、今回行けるよかったよ。ついて行ったのか、はい、明日から大丈夫ですか。2泊3日、行き先は中国四国地方です。ああ中国四国、はい、よかったよかった。呉市や島並海道、四国水族館、倉敷美観地区などなど巡ります。盛りだくさんですね。ああいいですよ、あの辺は。この2年間コロナの影響によって実施されることのなかった修学旅行、うん、しかも諸事情があるとはいえ進級から1ヶ月しか経っていないにもかかわらず今この時に実施されるとはいろいろな意味でドキドキします。でもクラスも新しくなってすぐってことですよね。そうですよね、はい。ただこの2年間の先輩方が味わうことのできなかった貴重な体験ということで、うん、クラスメートと仲を深めると同時に3年生として少しでも成長できればいいなと思います。素晴らしいと書いては見たものの、うん、それもこれも明日無事に起きて集合に間に合わなければできない話。当たり前だ。明日の集合時間は6時40分。早い、早いな、はい、まあ大丈夫でしょうと信じて今拝聴させていただいて。まあ早く寝なきゃ。いやでもね、なかなかほら、今書いて今これ聞いたね、明日の朝やとメールの時間まあでもそういうことだと思います。リアルタイム聞いてるんですよね。明日ですけどね。はい。5時起きぐらいかな。やにちゃん、皆さん修学旅行での印象深い出来事はありましたか。もしよければお聞きしたいです。修学旅行ね、なんかあの印象、俺はあのあれですよ、男子校でしたからね。はい。あ、そっか。そうですそうです。あのなんかたまたまあの女子校が来てて一緒になったんですよ。あ、いい、めっちゃいいじゃないですか。いやまあだから違うところでね、はい、でいてるでってあるやつが呼びに来たから、はい、お前どこにいてんねんよ、はいはい、ほんならまあ、俺らがここやと、はいはい、この部屋やと、はい、まあ、俺の部屋やと。何で情報知ってんすか、ね、俺らがこの部屋や、はいはい、でこれの3つ向こうに、はい、バリケードみたいなの張ってて先生いたはって、はい、3つ向こうのところが、はい、その女子校の下やって言うから、
うん、どうすんねんって言うて言うたら天井破って行きまよかいだって、はい、古い旅館ですから天井破って昔ですよ、はい、もう昭和45年じゃ昭和43年ぐらいですかね、はい、天井アホやん天井破って天井のとこ行ったんです、はいで行ったら下でトランプしてはりました、はい、あのジャージ着て、はいうん、ですよこんなもん別に何も普通のジャージ着てしてはったんですよ、はい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 、でも帰ろうと天候あるから言ったら、はいうん、そいつが2階からダーン落ちよって、はい、もう大事件ですよ下へバーン漫画みたいに、ギャー言うギャーですよそれは一瞬やでそれ、はい、いや別にその裸でそんなんないよ、はいはい、普通のジャージで布団引いてあったんやもん、はい、その布団の上に違う学校ですよね違う学校の布団の上にそいつがダーン落ちよったんだって向こうだってもう何が何だか分かるんですよだって男が降ってくるわけですよね男が降ってやでもうここキューンと尖らした男やからねあのジューンと来ないなった男が、はい、リーゼントというか、はい、何やろビャーン落ちよったんやんでそいつがあの必死になってやら俺逃げようと上がってきよったよガよく上がれましたね天井にこう天井なんかだって逃げ道はそこしかないですからねもうそれ部屋から出ようかじゃなくその誰か踏んだかなんかしらビャー上がってきて喉の手引っ張って上がったベニヤでズルズルになって痛い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 修学旅行の些細な思い出です些細じゃないですよそんなエピソード誰も持ってないですよそこへ先生が来たってシーンしてね、はい、シーンしてみんなねえって寝かしたよ、はい、もう寝る時間やからね、はい、シーンってしてたら先生がバーッと言って三つ目の部屋で人間が落ちた言うたある人間が落ちたもうそれ笑うとあかんやんかもうニュースおかしいそれは面白いですよ人間が落ちたっていうニュースが面白いですね三つ目の部屋で人間が落ちた言うたあるお前や、駿河出てこい。バレてる。俺もう死んだ。なんでやねん、俺落ちてへんのにとか。そういうのするのはもう。やっぱ、もう駿河出てこい。三つ目の部屋で人間が落ちた言うたある。言うたあるって。そうね、俺落ちてへんもん。クレームですよね、タコここから。うちの生徒の部屋に落ちてきたと、人間が。で、戻ってったと。そう。でもグー我慢してた。顔見せてもらうぞって言うて寝てる人間の顔開けて、はい、ほんでバー開けてやな、はい、ほんで隣のやつがな、はい、ベニヤで太ももバー切れてんやんか、はい、いやほんで先生痛いですもうそれを我慢できないぐらいの痛み痛いですだってベニヤ板が足に刺さってるような状態ですよね痛い痛い痛いって最初はやっぱアドレナリン出てるから痛み気づかないけどちょっと落ち着いたらそのもう出てこいって俺も言われたらでも何かあったんですかって言ったら別にやりたいもうあの教育者たる者が言う言葉じゃなかったですね、はい、白恋なわれその通りですか、まあ、いや逆にすごいそこで冷静にねあの師匠がそれで何のことですかって言えるんですもんね何のこと、はい、隣血だらけで太もも痛い言うとんのその友達を横に何のことですかお前に蹴ったか言われてまあね些細な思いいや些細じゃないですよその昭和43年超えないですエピソード的にあ、ね、修学旅行も各学校にね、うん、いい思い出いっぱいできますからね、うん、はい、まあ、教えていただきたいと思いますけどそのエピソードないですエピソードはないですけどそれ修学旅行大賞取りますよあの言い方がお前3つ目の部屋でシーンしてんので、はい、真っ暗な部屋で布団かぶってんので、はい、3つ目の部屋で人間が落ちたりとかすごいな笑うやろこれ震えちゃいますね笑って絶対そのトピック開いちゃいますもん絶対それで俺はもう布団が噛んでたよ、ワルダーさんから。ガーッ引っ張って、噛むなって言って。それも分かってるな。噛むな。普通でも恐怖じゃないですか、その時って先生来たら。やっぱ面白くなっちゃうんですか、なんかもう恐怖超えて、ねえ。ボクシングの顧問ですから、殴られるの分かった。怖い、怖そう。怖かったな、あの時は。今やからねこれ50年ぐらい前の話ですから、はい、でもそ落ちてきはった時にいた女の人もずっと覚えてはるでしょうねギャーギャーでも女の子は行さんいてたんですよその、うん、さ広間みたいなとこでしょ広い、うん、そやねもう10畳ぐらいのとこに行さんいたはったんでしょう、うん、ほとんど見てないもんそらジャージでみんなまだ寝る前ですからね、
そこに落ちてきたら覚えてますよ。どんな時でも一回一瞬説得するようになったけど、はい、落ちるお前やん。これ古いみあのあれやんか、民宿みたいな、民宿みたいというか、はい、国民宿舎やもん。あ、古いね、はい、古いねん、ガンガンガン落ちて、確かに天井抜けるぐらいの落ちるか、落ちるか俺。ジャンプの漫画の世界ですよ、修学旅行で。何落ちとんねん、すごい漫画。いいな、なんか、いや、いいなって。いや、フローズちゃんの修学旅行とはだいぶ違いますもんね。いや、そんな、フローズちゃんはすごい。でも、もしかしたら上から男が落ちてくる可能性あるからね。クレーに島並み海道に、こっちは50年以上前やな。俺この世代50年やから、50年、3年前やで。は四半世紀、じゃあもっとやめる、四半世紀、半世紀前やな。修学旅行ってでもその観光で行ったとこの思い出よりもそのやっぱ宿の思い出とかが絶対多いですよね。そっちしか覚えてないですね。確かに。なんか どこ見たとかはあんまり覚えてないですけど、宿でなんかみんなで何があったとかね、なんかそういうの。俺らちょっとませてたんですね、修学旅行行って。あのタクシー雇って、はい、雇って雇ってというかタクシー、はい、学生ですよね。学生、はい、高校生とかの話。高校生で、あのまあ、もう50何年前ですから、これ許していただきたいんですけども、あの50年前、あのそういうそのなんていうか温泉街ですから、あのストリップショーみたいなのあるじゃないですか。それに行こうって俺言うたんちゃうよ、誰か行こう言うて。全部そんなエピソードばっかりですね、ずっと。高校生の話ですよ。大学生じゃないですよ、高校生ですよね。高校生やな。だからそんな高校生やからやんか、その大学生なんかそんな行かんやろ。もう、あ、そうか。いやいや行きますよ。いやいや逆に大学生からですから。ほんで何人かで行って帰ってきたら転校してて、どこ行ってたやーいうことになって、行ったんですね、さらっと。行ったんですね、タクシーを雇って雇ってっていう。ちなみにどこに、どこだったんですか、旅行先は。これ覚えてんの。それは覚えてないですね。場所は覚えてないけど、とにかくストリップ劇場に行ったことだけは鮮明に覚えてますね。まあまあ、そんな些細な思い出。いや、些細じゃないです。濃い。帰ってきた天狗でやだい捕まってやな。はい、定額食らいましたよ、俺。お前。あ、そうですか。なんで帰れたんですか、ストリップ劇場に行ったことは。いやいや、もうタクシーの運転さんをあれしてて、だからタクシー乗ることがあかんねん。あ、まあまあまあ、そっちなんですね。そっちか、そうか。え、うん、そっちか。ちタクシー乗ってその夜に出かけてそれで帰ってくるっていうのは、まあ、修学旅行であんまタクシー乗ってる人いないですよね。てか夜は出れないでしょ。出れない、ね、そういうなんて出てね、そういうなんで全部がダメなんですね。今夜抜け出してもその女子の部屋行くとか。だから男子校ですから。あ、そうです。男子校やから、ね、だから女子の部屋は他校だから。そうか、他ちょっとレベルが違うんですよね。あんまその宿の外に行こうって発想はなかったです。いや、だからなんか昼間そういうの見たんですよね、はい、うん、あそこにあるぞと、あるぞと、なんかこう行こう言うんで、タクシーの運転さんに言うといて来てや言うて行ったんでしょ。俺はもうあの喧嘩の強いやつがお前来い言われたから、俺もそのままついて行ったんやろね。率先してなかったですか。率先してないよ。いや、師匠が多分フィクサーな感じがしますね。すごいなんかアンテナ張って。そうじゃなきゃだって笑わないですもん、その、あの先生に怒られて。見つけたっていうのは俺やけど。ほら、絶対そうじゃないですか。調査班ですよ、そんなもんは。タクシー乗って行けばいいみたいな話も師匠が全部やったんですね。タクシー乗って行って帰ってくるのどれぐらいかかるかとかいうのな、その昼間見ててやね。ナビタイムとかない時代に。実行犯こそないけど、50年前ですからね。実行犯動かす50何年前、52、3年前ですよ、はい、本当に、せいぜい高校生なんて付き合ってるやつが彼女の部屋行ったとかですよ。そうそう、あれ告白したとか、ね、それで怒られたとか、はい、嘘、こんなん全部嘘。いやいやいや、そんな可愛く言っても無理ですって。全部嘘。鮮明にもう見えました、その状況が。こんなこと言うたらおもろいかなっていう。いやいやいや、違います。もう違いはどんなんで。いや、もうあの完全に見えてましたから、やっぱり情景が、うん、師匠の中で鮮明に見えました、ね。はい、そのストリップでどんなのを見たかってのは覚えてらっしゃるんですか。嘘や言ってない。嘘や言ってない。りましたね、フローズンが聞いてるんですけどね。フローズンちゃん楽しんで。ごめん、フローズンさん、ごめん、俺フローズンが聞いてると思う。ごめんなさい、すいません、フローズンさん。そんなことは。修学旅行に明日行くんですね。明日行くね。皆さん結構修学旅行の思い出つぶやいていただいてますよ。おせへやさん、いつもメール送ってくれる方は、11PM を見ようと思ったら旅行先ではネットされてなかった。深夜のやつを見るとかはね、昔はありましたね。確かになんかそういうのあったかも、ね、なんかちょっといやらしいやつ見れないかみたいな。見えないかとかはしてたかも。地方行くとテレビのチャンネル違うんだみたいなこともその時ちょっと覚えたりとか。まだお金入れたりとかしてね。そうですね。そうそう、テレビなんか見いんでしょ。いや、師匠はそれだってもう一段上ですから。大人の遊び方してるじゃないですか。はい、
テレビ、一段階上なんですよ、何かやってることは全部、その普通は、はい、やっぱ可愛いもんですよ、その修学旅行のそういうやらかしなんて、師匠のやつはもう一個上なんです、ずっと常に。こっちは画面の中の女体を見ることで興奮してるのに、本物の女体を見に行ってらっしゃるんですから。それで帰ってきてやね、そのなんていうの、女中さんがね、向こうの女中さんが最後に風呂入られるっていうことがあってやね、俺がもうみんなでわー連れて行かれて、その入ってる風呂にボーン生かされたことあるかな。それは僕わかんないですけど、今まで聞いたエピソードでさらにもう一段階上な気がしますよ、なんか大丈夫ですか師匠それ。ほんでもう50年前だからっていい話ですか。いや、はい、ボーって生かされてやめてくれってなったんや、まあ、向こうもおいでおいで言うから、そのままうそやそんなもん、うそやみんな、そじゃさらに上でしたね、女中さんの方が上でしたね、そんなうそやうそや。あと人生で初めてトースポを買いましたっていう道の奥ペンギンさん。でもなんかやっぱりちょっとね、いつもよりね、背伸びしてるようなことをね、やっぱり人生で5回ぐらいトースポ乗りました。乗る方だから、それも1段階、いや1段階以上ですよ、上ですよ。トースポ買ったじゃないですか、乗ってんですもん5回も。で僕も1回見ました、買いましたもん、僕も師匠が一面だったやつ、うん、あそうか、見たくて初めて見たいと思いました。あのトースポを乗るなんて、他のメディアとまたちょっと違うその名誉ですからね。違いますかね、はい、もうトースポの俺付きいうのはいましたからね。あ、そうなんですか、すごい、バンキシャですか。あ、そうそう、バンキシャのトースポの塚口か塚本か、塚本ずっとった巨人担当とかそういうのじゃなくて、俺担当、鶴瓶担当って呼びたんですか。ね、俺担当で、まあ、頭おかしなったよな。あの人も政治部に行ったけどね、トースポの政治部言ったらもう落ち目じゃないですか。いやいや、それは分からないですよ。だからいやいや、でも仲良くなったから行きましたよって連絡したわ。紅白までついてきてやな、エレベーターのところでガーってなって、新人出してくれって言って頭おかしなってんねん。あ、もうだからネタがないと、だから鶴瓶担当だから紅白でチンチン出してくれって言うって。おかしい。ああ、そうか、それはそれ大変ですね、向こうこれなんか取ってこいよ、ほらなんとか取ってこいよってことね。たけし兄さんなんか言うやんか、そのラジオかなんかで鶴瓶なんかやれよとか、紅白出んねんからとか言うて、はいはい、でもまあ盛り上がってやな、そんなん言われたやろな最後に。つかなんやった、あいつほんま、つかだ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 、なんで知ってんの。いやいや、今浮さんが多分言ってるし、つかだつかだ、あれ政治部行ったかな、もしトースポ関係者の方お聞きでしたら、つかだええやつだ、連絡を取っていただいて、ええやつだね、つかだ記者してくれ、最後もうエレベーターこうやってあれもうカー開けながら縮んでしてくれって言うんだよ。なんですごいですね、もう追い込まれてましたね、大晦日、大晦日にもうそうそう、もう年越せなかったでしょうね、それ出してもらう、師匠に出してもらわないと、そうそう、お正月迎えられないと、断末魔ですよね、最後叫びましたあの人ね。ショーポン、はい、3日の火曜日の4ちゃんテレビでショーポンが白浜からでも、はい、あの白浜ですか、和歌山の白浜、そこらおかしいんですよね、海開きの日でしたって、海開きなの、これは白浜5月3日が海開きなんです。入れんの、入れない、まあ、その行った日はかなり寒かったんで、まあ、子供がちょっとチャプチャプぐらいでしたけど、え、5月3日が海開きなの、もともと白浜は2000年から本州で一番早い海開きっていうのを歌って5月に開いてたんですよ。で6年前に、うん、まあ、どうしてもそのライフセーバーの確保とかができなくて7月に戻したんだけど、うん、やっぱりもう一回5月に開こうということで6年ぶりに5月の海開きでしたっていうニュースで、すごい、はい、参りました。いや入ったの、消防員温度が20度で泳ぐのに少し冷たい感じでしたね、はい、足だけちょっとチャプチャプと言ってます。ライフセーバーの方がいたんで聞いたら、快適にみんなが海水浴してるのって大体28度とか7度とかなんです。で当日水温20度だったんで、うん、結構寒かったんですけど修行やのな、ね、で向こうの観光協会の方もその海開きのイベントの時はアロハシャツだったんですけど、途中からもう風が強すぎて限界ですって言って上着を着てました。で入ったの、入っちゃめちゃしたね、ああチャパチャパして、で風が強いからもう波も立って、履いていったスラックスも太ももぐらいまでびっちゃびちゃになって、でも白浜行ったことなかったんで、でも白浜、まあ、昔も行きましたけど、うん、今またいいんでしょうね白浜、今アドベンチャーワールドにパンダを見に来るっていう方とか、で和歌山空港から近いから、関東の方から大勢お客さんがいらっしゃるんですって、はい、でまあそれに合わせて海開きもというと、あれもうほんまにね、はい、大阪よりも東京の方が近いのよ、飛行機、いや、はい、東京からの方が近いのよ、ね、
あ、東京から飛行機乗って、はい、確かに確かに、うん、大阪から大阪行くとちょっと逆距離あるんですね。昔でもね出てたよね、あの俺ね白浜のまだもうちょっと向こう何ですか、串本とか串本で営業があったんですよ、はい、遠いですよ串本は、うんうん、で8時ぐらいで喋らなあかんの時に俺のマネージャーの岸田いうのが、はい、間違って時間間違ってもうえらいことになったんですよ、はい、もうこれ行かれへんやないか、はい、ことになって、はい、八尾空港から俺金出すから言って八尾空港から飛行機乗って白浜まで行ったんですよ。そこでもまだ間に合えん、そっからタクシー待たしといてずっとやな、はい、ようタクシー待たしてんねんけど、はい、もうそれが正しい使い方でもう行ってもう遅れたけど向こうで喋ったわ。あ、よかったね。串本だって特急乗っても4時間ぐらいかかりますからね。でも白浜からも遠いよ、1時間半か2時間半。そうですね、大阪から白浜まで2時間半で串本まで4時間なのでやっぱ1時間半ぐらい、結構遠いですね。待ってくれたはったやな、向こうで喋ったわ、遅れやったやあいつな前のマネージャーさん、なんか岸だなほんまに。はい、そういう中継に行ってきまして、はい、あの気分だけ休み気分を味わってきました白浜で。夏気分もいいですね、はい、こんなん来てますよ、はい、ナジャさんさっき言ったように、はい、ナジャさんと、ね、チキチキジョニーのお二人がやってるラジオ聞きましたかと森本さんに対して、はい、あいつは何なんと怒ってましたと、4月の10日に入籍したことを発表したんだと怒っていましたと、ねえ、ナジャさんに謝ってくださいよ。すみません、またちょっと言い訳をしに伺いますんで、はい、よろしくお願いいたします。野田さんは阪神の秋山に出るんですね、はい、と増田さんで、僕も確かにあ、なるほどと思いました。あの、ま、はい、増田岡田の、はい、増田さんがおっしゃってたということですけど、はい、見てます、見てます、綺麗な顔の感じで、はい、いやいや、まあほんまにね、体格もね結構ナジャさんいいんで、確かに体つきももしかしたら秋山と背も高いよね、背高いです、180とかと一緒にいるともう本当にすごい、確かにミッツマングローブさんも、ああそうかそうか、すごい、昨日ゲストがミッツさんで、はい、4人でやってらっしゃったそうで、これで新幹線のホームでお見かけしたんですけど、ミッツさん、ああミッツさん、もう僕あの30メートルぐらいあの後ろから分かりました、ミッツマングローブさんだって、あ、大きくて、知り合いロマン、あのご挨拶程度は、いやご挨拶程度、あそんなことあれ、いや本当あのそんなに知らないです。番組ご一緒したことがあったのと、あとなんでご一緒したん、あのスター特報99連発ってやつで、お、はい、やりました。来てんの、スターじゃないよ。あ、修学旅行の話を皆さんいろいろ送っていただいてますね、カレー大好きカレー州さん、大阪市の方です、この方50歳の方なんですが、自分の小学校の修学旅行では夜に突然ガバチョを初めて見ました。鶴瓶タクシーが懐かしいです。なるほどね、鶴瓶タクシーというのは、今日タクシーいっぱい出てきますね、あのタクシーをね、はい、あの僕タクシーの運転手さんになるんですよ、はい、で後ろに普通 の, あのゲスト、うん、スターを乗せていくわけですよね、はい、はで、まあだからタクシーの運転手さんからもう割と下世話なことも聞けるんですよ、うん、タクシーの運転手さんということで、うん、だこの間あの人と噂されてたなとかね、うん、あ、運転手さんが聞きそうですもんね、そうそう、噂されてたらほんまかとかいうのをタクシーの運転手さんから聞けるんですよ、うん、という、まあ、鶴瓶さん自身がもう修学旅行のこの思い出になってたというカレー大好きカレー賞さんです。あ、ありがたい。でもう一つ、葛城市カスタムバイクのガレージライドさん、はいはい、やにじゅう、皆さんこんばんは。修学旅行での思い出なんですが、中1の時の林間学校で8人部屋で2段ベッドで寝たんですが、うん、そのうち僕の寝るベッドに小さな人形が置いてあり、これ布団をめくるとお札が挟まっていた。いや怖い、何怖い、え、その日は怖くて友人の布団に潜り込ませてもらって一緒に寝せてもらったということがあったんですが、皆さんホテルで怖い思いってありませんか。いや、それナンバーワンでしょ、それ。そんなの何それ。でも大広間で小学校の時やったかな、あれどこどっち小学校やと思うわ、はい、大広間で寝るやんかみんなで、はい、くっさいね、もう小学生そんな臭いことあります？だから、はい、誰やってめくったら分校しとった、はい、あ、漏らしちゃったんですか。漏らしとったんや、みんな開けていったん覚えてるわ。なぜか小学生の時ってその人前でっていうか、その学校とかで、ね、ね、したらあかんないみたいなイメージがありましたもんね。それこそ修学旅行で一回あのうんこしてたら、はい、大好きな岡島まみこちゃんっていう転校生の女の子に嗅がれて臭いって言われて、いまだにそれ覚えてる。岡島まみこちゃんって、なんでそうなるんですか。いやだから男子部屋だったんですよね、うん、で僕は岡島まみこちゃんがその小6から転校してきて僕は好きだったんです、う
で修学旅行多分だから転校してきて2ヶ月後ぐらいかな。で普通に泊まって僕がうんこして出てきた瞬間に岡島あみこちゃんが遊びに来たんです。大井田あさみっていうのと。で どこでうんこしたの。伊勢島です。違うよ、トイレやろ。そう伊勢島のだからホテルで、要はトイレおしくしあおどっちもしてたら二人が入ってきた遊びに。そのあ部屋にあったよ、はい、トイレが。そうなんですよ。それで岡島あみこちゃんに臭いって言われたのが今急にその話したらもう蘇ってきました。よっぽど臭かったよ、ね、よっぽど臭かった普通言わへんで普通は言わへん。いや言わないですよ。しかも岡島まみこちゃんは転校してきたばっかりだからあんまりちょっとこう自分を出さない感じだったんですよ、うん、だからお前のあれで自分を出す。そうね、僕のにあれを書いてなんかその臭いっていうのでなんかその彼女のなんだろういいところというか、うん、あの彼女の個性が見えたって。ダメこの粉。岡島まみこ全然言えてないっす言えてるよ。言えてない。岡島まみこ今ちょっと2個目の間が怪しい俺好きな人の名前も言えないの岡島岡島よかった。やんぱんため息ため子の粉。どうしたんだ。ちょっとすいません、ちょっと水飲みます。すいません。ラジオネーム花丸さんからいただいております。おばあちゃんが大好きで飼うことが生きがいだったハムスターが病気になった。泣いてるおばあちゃん連れて動物病院に行ったら先生が手術が必要ですお願いしますと言ったら手術費が3万円ですと言われ、するとおばあちゃんが小さい声で新しいハムスター何匹飼えんねんと言うとこれはちょっと強烈なの強烈ですね、まあ、冷静ですけど、ね、これすごいな。花丸花丸すごいわ。何か送りますか。何も送ります。送ります。これはまたちょっと待っといてください。はい、ラジオネーム奈良県奈良市フリンコリンズ。整骨院の受付のおばちゃん朝から店の前で笑っとった。次の日、車が外車に変わっとった。服も派手になっとった。何があったかめっちゃ気になった。京都市ラジオネームチャム&ミルさんです。おかきの缶開けたらばあちゃんの入れ歯入っとった。滋賀県大津市ラジオネーム財布の中身13円。スーパーに除菌スプレーを買いに行った。ラベルのキャッチフレーズを見たら除菌効果 50% と記載されていた。ラジオネームフリンコリンズさん。公園でおじいさんらがサッカーしとった。全員鼻血出しとった。京都市ラジオネームチャム&ミル。病院の会計で松田聖子さんと呼ばれたのでえまさか思ったら80歳ぐらいのおばあさんやった。長崎県佐世保市柴龍さん。頭痛がするので薬局に行った。ぼーっとしてたのか頭がおかしいので薬くださいと言うてしもた。尼崎市ラジオネームオセロヘア世代。食品値上げの影響でお菓子の中身が減ったのでいいダイエットになるわと嫁は言ってたけどいつの間にか2袋を買うようになった。チャム&ミルさん。ラジオネーム多いですねこの人最後にこの人を読みたいと思います。
近所にある掛け流しのスーパー銭湯行ったら、どっかのおっさん、やっぱり垂れ流しはええなと言うとった。ヤンタンため息ため子のコナーでした。私物プレゼントを発表します。これね、はい、西畑から分けていただきますんで、これをボールペン、これただのボールペンじゃないです、高いボールペンですね。はい、これ高いボールペン、嬉しいです。先ほど姫子のタメ子の1通目の、はいはいはい、だから、ね、はい、スマホリングん2つですか。いやいや、他の人にもちょっとあげて、はい、西畑決めてください。この行さんあるからね、早く履けないとこれね。マリリンさんのね、あの薬の人面白かった。シバリュウさん、シバリュウさん、シバリュウね。それからもう一ついきましょう、はい、落語界の手ぬぐいを差し上げます。これどなたかにあげていただきたいと。はい、じゃあ どうでしょう。なんでじゃあトムさんの読んだ方、フリンコリンさんですか。はい、はい、はい、にじゃあ手ぬぐいということでいきましょうか。はい、そうね、フリンコリンさんね。ほんだチャム&ミルさんには、はい、それじゃあですね、帽子を差し上げます。おー、うん、すごい帽子ね、これなかなかいい帽子ですよ。なんでマリリンのが何ですか、あのコーナー、シバリュウさん、コーナー、シバリュウさん、シバリュウ、スマホリングっておっしゃってました。あ、スマホリング、スマホリング、それで差し上げてください。はい、ボールペンはどなたでしたっけ。花丸さんですね。花丸さんね、はい、花丸さんもなかったですよ。じゃあ4人の方に、はいはい、今週はドカンと、はい、私物プレゼントということでございます。そうですね、これ読んでないですからね、なかなかね、はい、滑るかもしれない。このコーナーではトムさん、マリリンさん、そして私森本が今話したい話のタイトルだけを進行表に書いております。そのタイトルだけを見て鶴瓶さんに順番を決めていただき披露していくコーナーですが、今週はパニック、ないないない、そっち行くという3本です。そっち行く、これ私森本なんですけども、はいはい、まあ、いつも行く赤すりの施設にはマッサージもあって、うん、マッサージの方も行くんですね。うん、そのあの人もマッサージもやった、はい、パクさんは、そこはまた全然違う方がマッサージをしてくれるんですけど、うん、まあ、マッサージの部屋って大体まあ薄暗くて、うん、ちょっとこのヒーリングミュージックみたいなかかってて、まあ喋っちゃいけないわけじゃないですけど、うん、基本的に皆さん静かにしとくところじゃないですか。まあ、そうですよね、はい、で私行った日は奥に一人先客がいて、うん、60代ぐらいのおばあさんなんですけど、まあ、元気な方で結構な大声でずっと喋ってるんですよ。え、ちょっと待ってな、はい、赤すりもあれやマッサージもあんねやろ。はい、でも別の、はい、おばあさん、女の人、赤すりは一回そのお風呂、赤すりはお風呂の中のベッドであるんですけど、はいはい、マッサージはもう一回出てちゃんと服を着て、はい、服を着てね、はい、別の、はい、同じ建物だけど別の部屋でやるんです、はい、で結構な大声で、私は日本が好きやねん、あーほんまにな、もう今いろいろ問題あるけど日本はやわみたいな結構な大声で喋って出るんですよ、うん、わちょっと静かにしてほしいな、まあ、そうと思いながら話をしてたんですけど、まあ、ずっとなんかもうとにかく日本がお好きな方で、なんかこう仕事いろいろ海外も知ってるんだが、私海外もね、もう何十カ国行ったけど、まあ、日本が一番や、本当に日本はええねんな、だってなんかで食がいいと、日本食が最高だ、うん、で日本食は本当に上品で、もう手間がかかって、うん、これなんでかっていうと日本人はなんせ繊細やねんって、繊細さがこれ食に出てんねんって言うんですよ、うん、もうちょっとあなたの繊細さを見せてほしいなと思いながらずっと聞いてたんですね。でまあ今ウクライナの戦争もあるから、うん、もう食料問題もな、どうなるか分からんからな、うん、ほんまにだからもうそんな問題、いくつぐらいの人やの、60代ぐらいの方、結局まあ全然元気な声も若々しいんです、うん、とにかく大きな声でずっと俺よりしてやねん全然そうですね、でおばあさんっていうからね、はい、いやいやいや、あんま言わないよ、おばあさんの人ちょっと全然関係ないところ全然いいです、いやいやいや、そっち行くで、食料問題もどうなるか分かんないけど、もう日本人は米を食うべきだ、米を食べなあかんねん、うん、だからその私もパンとか麺とかは別にもう別に食べられんでもええと、うん、米さえあれば私は言えないっていうのを結構な大声でずっと言ってて、うん、わーわーいったな、マッサージしたはんねやろ、マッサージで、そのマッサージしてる方も、そうですね、本当そうですねって言いながら、喋る人いてるからね、マッサージ聞いてあげてるんですよ、うん、でも20分ぐらいやって、あ、やっと終わったみたいで、あー楽になったわ、帰るわって言って、あ、やっとこれで静かにできると思ったら、うん、そのずっとマッサージしてた方が、
あのお母さんこの後のご予定は何ですかって、ああもうな、もう今日はもうご飯食べて帰るねんって、ああいいですね、何食べるんですか、今晩はピザや米食え、そっち行くんかいってこう静かに思ったという話です。ほんまなったな、やったありがとう、あの人いい方に、いい方に出会いました。パニック、はい、私です、はいはい、あと今日なんかそのタイミング悪く今その口に、はいはい、あの傷あるんですけど、はい、傷をする、その怪我する前の話で、はい、私あの矯正をずっとここ1年半してるんですよ。矯正してんのに歯打つの、はい、最低な、多分ちょっと動いたかなっていう感じなんですけど、あの1年半かけた矯正をむちゃくちゃ今ビビってます、本当先生に怒られちゃうかなと。それでも1本ですよ。いや本当にその話もね、パニックも、はい、その毎回3週間に1回この矯正ってマウスピースでやってるんで、はい、ちゃんとこう緻密にこうあの肩を取ってもらって、でそれに合わせて動かしていくっていうのをやってるんですよ。でまあ結構1年半やから、まあ、3週間に1回結構肩を取ってもらってるんですけど、肩を取る時ってなんかスライムみたいな、なんかそういうのを口の中にカポって入れて、でちょっと待ってて固まってカポって取られるっていうのをやるんですよ。ならこの間たまたまそのやってくれはった人が、まあ、今なーって言うたななーって言いました。今なーって言うたな、あなーって口もおかしなったな、おかしいな、傷があるからかな。はいどうぞ。でその肩取ってもらう人が、あのいつもとまあ違う方だったんですけど、はい、そのじゃ あ, あの肩入れやりますねって言って、グッと入れるの痛いで、そうなんですよ。で最初こう液体こうグリーンと入れられるんですよ。で上はこうまいことスッとできたんですけど、はい、下をするときにこう、まあ、寝転んでるじゃないですか、はい、寝転んで目もつぶってる状態で、はい、じゃあベロを上に上げてくださいって言われたんですよ。で言われたことないですよ、ベロを上に上げてください、はい、私分からんくて目つぶったら、しかも寝てるし上どこと思って、でもどこって口も開いてて息入れられてるから分かんないじゃないですか、あどこって言えへんから上って言って、こうベロをねこういろんなとこにこう動かすんですよ、はい、そしたら、あ違います違います、それ下ですとかって言われるんですけど分かんないんですよ、もう特に寝転んでたら余計自分の下の方向が分からんくて、でやるたびにそれ右、あそれ違いますって言われるたびにもう分からへんくてパニックで、で私なんか分からんけどちょっと笑ってしまったから、ちょっとよだれとかも出てくるみたいな感じになって、あちょっと一回やめましょうかみたいな。であすいません、でも取ってすいません、ちょっとベロの上っていう方向が分かんなくてみたいな、あそうですね、じゃあちょっとやってみましょうかみたいな、ああ今やったらできます、じゃあこのまま寝ますって言って、結構口開いた状態でそれやってたんですよ、何回もね、2回目か。でベロ上に上げた状態で次やってもらってうまくいったんですけど、もうずっと口を開けてたもんやから、その一悶着があって、はいはい、次顎関節症で顎閉じにくなって終わった後にああ閉じなくてって言って、もうなんか分からんけど、もう二人してパニックになるっていう、カコカコって戻して、結局上はこうなの、そうですそうですそうです、でももっと上にやらないと下に入れられないんで、めっちゃ難しくないですか、僕天井の方寝た状態で天井の方に出せってことかと思いました。上かなとか鼻の方ってこと、ああそういうことね、鼻の方分かりやすいですね、いやめっちゃ難しいんですよこれね、転んでやると。顎関節症大丈夫だったんですか、顎関節症も今歯がちょっと揺れてるじゃないですか、口周りいろいろありましたね、すいません、なんかちょっとかぶっちゃった傷とそっち行く、いやいやちょっと何もう僕喋ってないですから、ごめんごめん、びっくりしました今、そっち行くじゃないですか、いや本当そっち行くですよ、ない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 、いやないないない、あれあれ、あのもうそのないないないがもうお前はないみたいな感じで言うのやめてください、ない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 、あないないない、僕なんですけど、あの福岡で落語会やってたんですよ、うん、5月4日、はい、落語カフェ松庵さんってとこで会をやって、で独演会やらせてもらって、その後、立川流の立川松師匠という方に松師匠からね、はい、あの、うん、稽古をつけてもらうということで、うん、まあ、そういう予定だったんですよね、で、まあ、落語会ちょっと長引いちゃって、で松師匠との約束もあって、あのその僕の泊まってるホテルで稽古してもらうことになってたんですけど、庄司は向こうに住んどんの、部屋はあるそうです、だ東京と福岡を行き来されてるんですけど、でその会終わりもうちょっとバタバタで、でも着物とか片付けたり、まあなんかいろいろ全部片付けて、庄司のところ行って、まあなんかギリギリ間に合って稽古つけてもらって、あ今日はありがとうございましたっていうことで、まあちょっと落語家をあの教わった時に何かね、こうまあお金ではないけどなんか品物ってことで、あの好きなお酒と、あと一応すみません僕のあのトムチャも一応入れといて、あのそしたら、あなんだトムチャなんてやってんだみたいな、これ儲けてんの、いや儲けてなんかないんですよなんて話してて、その日終わったんです。で次の日
ホテルで、あ、そういえば昨日の落語会の売り上げの封筒、あれ、あ、どこに入れたんだっけなみたいな。そしたらどっくりないんですよ。うわ、で、あれないないって、もう全部ホテルひっくり返して、ないないない、え、どうしようみたいな。で、あ、そうか、落語カフェだ、あそこのショーアンさんってところに忘れてる可能性があると思ってすぐ電話して、あの、すいませんって、まさ、どうしたんですか、忘れ物ありましたよって、傘忘れたでしょって言われて、いや傘じゃないんですって言って、そこで僕もちょっとなんでしょう、悪いとかって、もしかしたらマスターをちょっと一瞬疑ってしまったんですけど、でも、あの、マスター、先生、封筒とかなかった、いや封筒って言って、あの、売り上げの封筒って言ったら、あー、あれね、いや、ちゃんとね、どっかにしまってた、大事そうにって言って、あ、そうですかって言って、あれ、おかしいなって、でも部屋も全然ないと思って、もう一人受付のスタッフの子がいたんで、その子に連絡して、あの、ないかな、ないんだけど売り上げって、あ、分かったっつって、それ、あの、消費者の渡すって言ってた お酒の中に入れた可能性ありますって言って、バタバタしてて、えっつって、ちょっと待って、えっって思って、それで、あの、消費者にもう一回電話して、師匠、あの、本当に昨日ありがとうございましたと、ただ本当に申し訳ないんですけど、師匠に私はお酒の中に全ての落語会の売り上げを入れてた可能性があります、うん、いやちょっと昨日俺も見てなくてもそのままにしちゃっててさ、今出先だから、いや確認はするけどなくても疑わないでよって言われて、いやもちろんですって言って、まあ、もうほんと申し訳ありませんって、分かったわって言ったら、うち戻ってから、あの、連絡来まして、あったよって言って、うん、よかった、封筒2つもあったよって、1つは落語会の売り上げもう結構入ってたんだね、お客さんねって言って、あとトムチャの売り上げも入ってたよって言って、お前トムチャむちゃくちゃ売れてんじゃねえかよって、すごい商売しようとしてんじゃねえかって言って、そっち行く最後まで言えないおばあさん、あのお姉さんに感謝をしたいです、ね、いやーそうかマスター姫子の子な、おい、ちょっと勝ったからって今ダメ出しようとしたから確かに今ダメ出ししようとしてた師匠姫子になりました姫子のコーナー、この、コーナーではリスナーの皆さんの姫子と、略して姫子を送っていただいております。まあ、秘密ということですので、読み終わったらシュレッダーにかけて、この秘密はその場限りということにするコーナーです。まずはラジオネーム夜風の仕業さんの姫子です。今週ゴールデンウィークの休みを利用して福岡の友人に会いに行きました。高校時代同じ野球部で、友人がピッチャー、僕がキャッチャーでバッテリーを組んでいた親友です。友人は最近結婚したので、奥さんも交えて3人で飲みに行きました。学生時代の話、社会人になってからの話、新婚生活の話、時間はあっという間に過ぎ、気づけば終電の時間も過ぎていたため、友人の家に泊めてもらうことになりました。友人はだいぶ酔っ払っていて、翌日も朝早くから仕事のため早々に就寝。僕は奥さんと二人で飲み直していました。奥さんも知らない高校時代の話をしたり、逆に家の中での友人の話を聞いたり、話が盛り上がると同時にお酒もどんどん進んでいました。気づけば深夜2時、リラックスした部屋着に着替え、頬をあからめる女性を前に、友達の奥さんとはいえ、いや友達の奥さんだからこそ、いろいろと想像をしてしまいました。このままでは危ないと感じた私は、アイス食べたいから買ってくれねと言い外に飛び出しました。しばらく夜風に頭を冷やして家に戻ると、奥さんはすでに寝室で友人と寝ていました。その時、危なかった、助かったという思いと同時に、少しの後悔が浮かんだことは友人には言えません。別に危なくなかったんじゃないんですか。危なくない、いやそんなそんなビデオあるやんよ、ビデオこれまだその友達のね
奥さんがこうなんかこうちょっとポロリ的な何かがあれば危ないと思うんですけど、いや奥さんがなんか言わはんねん、そのポロリって、ね、なんか言わはるとか、うん、なんかそういうのやったらいいけど、うん、そのポロリはないやと思うね、うん、なんか別に危なこの人が勝手にその勘違いしてたっていう、何怒ってんのそう怒る、いやいや、ポロリがないと怒るのやめて、呼んだお前よ、そうそうそう、なんですかこれは、じゃあなんか、うん、ちょっとこれは勘違いかなというふうにもうちょっとない言ってくれたよな、うん、そうですね、せめてそのあなたも素敵ね的な、まあまあね、ちょっとぐらい、うん、でも付け加えたらあかんよ、めっちゃ不服そうやな人の姫子に人の姫子や、寝ててそれでええねやんか、プロじゃないからダメだな、いやなんか、うん、まあまあもう一つちょっと私こっちは私結構好き、いいのいいですよ、おすすめ、はい、いいね、残り放送時間1分ですが参ります、これでやるよんでこいつ、ワイコさんの姫子です、はい、先週一緒に難波で飲んだ K 君へ、うん、女の子やこれの、はい、私は朝まで一緒にいたかったです、これラジオを通してちょっと言うてんちゃうか、ラジオを通して多分言うてんちゃうか、もしかしたら、だから聞いてるかもしれない、どっちもね、リスナーで、村上さん誰やのこれ、ワイコさん、ワイコさんから先週ナンバで飲んだ K 君へのでも秘めてへんけど大丈夫かな、うん、あ、じゃあこれ、いやまあでも2人にしか分からないからね、うん、そうか私のことや、お俺のおっちゃんなってなって連絡しようってなるかも分からんね、まあヤンタンはそういうのは使っていただいて、まあ、また来週